はい、もちもち TV のもちです。今回はですね、ファンクラブに入ってみたシリーズの、まあ、シリーズってわけじゃないんですけど、まあ、3回目として、まあ、倉木麻衣さんのファンクラブに入ってみました。まあ、昔から僕、倉木麻衣さんのことが結構好きで、まあ、なんで好きかっていうと、やっぱコナンが好きなんで、まあ、コナンの主題歌を結構倉木麻衣さんが、まあ、一番歌ってるのが倉木麻衣さんだと思うんで、それでなんかおのずとだんだん好きになってきて、で、嵐と同じで、まあ、今年20周年ということで、まあ、20周年の記念のライブをやるということで、あ、それはちょっと行ってみたいなと思って、まあ、この際だからファンクラブに入ろうと思って、まあ、ファンクラブに入ってみました。まあ、それでこの前ですね、まあ、2週間3週間ぐらいでこの封筒が届いたんで、まあ、今回はこれを開封してみたいと思います。まあ、多分ファンクラブの会員カードとかだと思うんですけど、まあ、どんな感じなデザインなのか全く知らないんで、何が入ってるのかなって、あんま入ってないですね。なんか3つ入ってますね。あ、僕の住所、名前、入会日、会員番号、有効期限とか、まあ、僕のデータを入力した紙ですね。はい。そして、もうこれなんかすごいぞ。これを見てください。これなんかメダルみたいのが入っていますね。何なんでしょうね、これ。なんかちょっと開けてみます。これなんかかっこいいですよ。見てください。倉木麻衣さんの、まあ、シルエットが、まあ、デザインされた、まあ、それで倉木麻衣さんのイニシャル MK って入った、まあ、メダルが送られてきましたね。なんかこれちょっとかっこいいですね、これ。まあ、これを持ってることがファンクラブの証ということなんですかね。そして会員証はこちらですね。なんかかっこいいですね、この。これもまた倉木麻衣さんのシルエットがデザインされた。マイケーネットって書かれた、まあ、倉木麻衣さんのファンクラブの名前ですね。マイケーネットって書かれた、この会員証はなんかかっこいいっすね。で、まあ裏はこんな感じで注意書きみたいのが書いてありますね。この度会員証が新しくなりました。今後オレンジ、シルバーの会員証は無効となりますので、こちらの会員証を使用してくださいということで。なんかアーシとかは、なんか昔の会員証は昔の会員証のままで確か使えますよね。なんか倉木麻衣さんのファンクラブは、昔の会員証は、まあ、一旦無効になって、また新しいデザインのファンクラブのカードが送られてくるみたいですね。まあ、それで、まあ、気になる僕の会員番号なんですけど、なんと、5万8000番台でしたね。まあ、嵐のファンクラブに最初入って、うわ、200万人以上いるのかってなって、まあ、その後、他の人のファンクラブに入ると、なんか、他の人も結構すごい数字を叩き出してるんですけど、なんかしょぼく見えてくるというか、本当は全然しょぼくないすごい数字なんですけど、嵐の会員数がすごすぎて、お、すごい早い番号だなっていう感じがしてきますね。はい。まあ、とりあえずコナンとともに、まあ、倉木麻衣さんはこれからも応援していきたいなと思います。またライブとかに行ったら、また行ったら行ったで、まあ、動画にしたいなと思います。はい。以上、もちもち TV でした。